お前憤怒じゃなくて暴食じゃないのか。あんなにもらったのに、どんだけ食べれば気が済むんだ。怒りはカロリー消費が激しい。そのやり取り前にもしただろう。はい。分けてあげるから怒らない。もぐもぐする。よくできました。なんで俺が。なぜ膝の上？床は硬くて寝にくい。このベッドはまあまあ。まあまあで悪かったな。口うるさいのがたまに傷。お前な。ってもう寝てる。こうしてると子供みたいだな。私は死ぬことが許されない亡霊。私にはやることがある。なあグリード、こいつは何と戦っているんだろうな。知ってるくせにまただんまりか。さあな、この先共にいればその一端を見ることになるさ。だが深入りはするなよ。厄介ごとの香りがプンプンするな。ロクシー様、ガリアにはいつ着くんですか？この辺りはもうガリアに近いはずですよ。ねえ、ムガン。ええ、もうすぐハウゼンです。バルバトス領の都市ハウゼンです。以前はアーロン様が治めておいででした。以前？今は誰が治めているんですか？今は確かリッチロードという冠魔物が支配しているとか。冠魔物？ああ、そのはずだ。近くで見るとボロボロ。魔物の気配はありませんね。つい最近解放されたってところでしょう。ようこそハウゼンへ。アーロン・バルバトスだ。引退したんじゃないの？ミリア。光栄です。五大名家の一角、バルバトス家の牽制と謳われた剣の達人、アーロン・バルバトス様にお目にかかれるとは。突然お邪魔して申し訳ありません。私は。大きくなられたな、ロキシー・ハート。私のことをご存知なのですか？メイソンとアイシャとは昔から知り合いでな、子供が生まれたら名付けてくれと頼まれたんだ。初耳です。両親からはそのようなことは全然。羨ましいですな、ロキシー様。英雄が名付け親とは。ええ、モーターだよ。聞いておるだろう、ロキシー。わしが引退した理由を。はい。守るべきものを失い、
戦う意味すら失ってしまった。ですがリッチロードを退けられたのですよね。わし一人の力ではない。共に戦った彼のおかげだ。アーロン様と共闘したとはいえ、冠魔物を倒すとは相当凄腕の武人ですな。その武人はどこにいるんですか？会ってみたい。旅立ったよ。その武人の名をお教えいただけますか？ハウゼンからリッチロードがいなくなったことを王都に報告しなくては。悪いがそれはできない、ロキシー。もし誰かが来て俺のことを聞いても知らないって言ってくれませんか？すいません、変なこと頼んで。本人の希望で名前を伏せたいとすまんの。そうですか、わかりました。お邪魔して申し訳ありません。失礼します。ガリアへ行くのか？なぜそれを？私は一言も。このような場所まで君のような若い聖騎士がやってくる理由は一つだけだ。ブレリック家に送り込まれたか？いいえ、自ら志願しました。そう仕向けられたのだよ。ハート家とバルバトス家は目の上のタンコブだからな。何があろうと民を守る、父の意志を引き継いだまでです。メイソンは亡くなったのか？わしの指導を受けてみる気はないか？え？ガリアで戦える術を授けよう。なんせわしは君の名付け親だからな。願ってもないお話です。よろしくお願いします。って話が違う。つべこべ言わずに働け、ミリア。メイソン仕込みの剣か。なるほど、立ち筋がいい。それにいい目をしている。私はもっともっと強くなりたいのです。みんなを守るために。終点の町から歩いてきたが、ここはどこなんだ？マイン、廃墟というかもはや遺跡に近い。ここは私の生まれ故郷。え？生まれてすぐテートに連れて行かれたから思い出はない。でも大切な場所。テートってガリアが滅んだのは4000年前だろ。あ、おい、あった。あ、マユなのか？ちっ、まだこんなものが生きていたのか。え、あ、グリード、あれは何だ？キメラだ。大昔のガリアで試験運用されていた軍用生物兵器で、より城を核に魔物を継ぎはぎにして作られている。キメラ、最悪の失敗作だ。全て機能停止させたはずなのに。借りを返してもらう。こいつを倒すのか。キメラ、ハニエル、スキルがエラーになってるぞ。人工的に魔物のスキルをつないだせいで不安定なんだ。ステータスはとんでもない数字だな。これはまだ妖体だから倒せる。これが妖体？俺は何をすればいいんだ？魂がある限り肉体を倒してもこいつは死なない。魂？それで魂を食らう俺の暴食の力が必要だったのか。そう、滞在スキルの中で神を否定する罪深い力。じゃあ戦闘開始。さっさと目をそらさねえとひるんで戦えなくなるぞ。だらしない。マイン、あの子は一体？あれがキメラの核。
フェイトには核にとどめを刺してもらう。だけど魂を食らったらあの子は無間地獄で永遠に苦しみを味わうことになるんだろう。そんなこと。見た目に騙されないで。あれはもう人の皮をかぶった怪物。そうするしか倒せない。甘いことを言っていると死ぬ。グリード、黒釜だ。あれは溶岩による間接的な魔法攻撃だ。黒釜では断ち切れない。マイン、フェイト、下がったと。わかった。よし、石化の前が効いたぞ。足止め成功だ。こらこらこら、喜ぶのはまだ早いぞ。再生能力だ。単独で永久に戦闘可能な軍用兵器、それがキメラだ。そんなのどうやって倒せば。マインの攻撃の威力がさっきより上がってる。ああ、スロースは振るえば振るほど重くなり威力が上がっていく。しかしその分敏捷さを損なう武器でもある。また俺は守られるのか。こんなことでロキシー様の力になりたいなんて胸を張って言えるのか。変わりたい。俺も力を持つ者になりたい。マイ、俺は半飢餓状態を引き出す。加減を見誤って踏み込みすぎれば暴食に飲み込まれる。ああ、分かってるさ。でもこのままじゃ戦えない。失敗すれば終わりだ。抑え込め。マイ、ヘイト。驚きすぎだろ。そんなに予想外だったか。さあ反撃開始だ。利用させてもらおう。なるほどな、考えてることが分かったぞ。なら話が早い。狙い通りの位置だ。砂塵魔法も足してやる。ステータス 10% 持ってけ。乗った。ブラッディターミガン。今だ。スロース解放。威力だ。バカバカ、感心してる場合か。再生する前に一気に叩くぞ。おっと、スキルの障壁か。なら黒釜の出番だな。おっ、黒釜でも砕けないのか。魔力の流れを見極めて弱いところを狙え。魔力の流れ、弱いところはここだ。やめろ、見るな。待て、フェイト。
そろそろ限界か。時間がない。待って。これに？私がこれで上空までフェイトを打ち上げる。早く。ハニエルが元に戻ってしまう。わかった。しかし、追いついてもどうやって奴を倒す？朗報！今なら第2回の奥義が使えます。 20% でどうよ。ああ、わかった。持ってけ。狙うのは魔力の中心だ。見極めろ。中心、魔力の源。そこだ。俺ごと結界を。まずい。ハニエルは自分もろともお前を焼き払うつもりだ。だったら燃やされる前に食らってやる。言うじゃないか。行くぞ。なんだこれは。独身スキルが発動したのか。あれは。いつもの高揚感がない。むしろ胸を締め付けられるような寂しさだ。そんなもんだ。劣化版とはいえ同族食いだからな。嬉しくも面白くもないさ。同族。あの子と知り合いだったのか。大昔のことなんて忘れた。でもキメラになったらもう倒すしかない。じゃないともっと多くの人が死ぬ。俺もいつか。なあマイ、頼みがある。何？もし俺が俺でなくなったら、俺を殺してくれ。暴走した俺を止められるのはマインだけだ。だから頼む。マイン。わかった。その時は私が殺してあげる。ごめん。ありがとう。俺はこれからバビロンへ行くけど、マインは？私はまだやることがある。私たちだけの村を作るってみんなと約束したから。あの話本当だったのか。次会う前に。ん？フェイトは死んでる気がする。は？じゃじゃーん、第三異界またてだ。おお。こんなところで異界を解放してステータスをリセットするなんて呆れる。なあ待てよマイン、ステータスアップのための狩りに付き合ってくれ。金貨何枚くれる？いえ、お前がめついぞ。当然。あれがバビロンだ。ガリアと王国を隔てる堤防、
防衛都市バビロン。合金アダマンタイトでできた壁は何千年にもわたってガリアからやってくる魔物を防いできたという。おい、そっち行ってどうする。逆逆南にだってもうあるだろ。バビロンには北門しかない。ガリアが南にあるんだ。そんなところに門を作るか。強度が弱くて魔物に侵入されるだろう。詳しいな。来たことがあるのか。まあかつての使い手とちょっとな。グリートの使い手ってことはやっぱり滞在スキル持ちなのか。ああ、俺様を置いてあっけなく死んじまったけどな。そうか。人間には寿命がある。いつかは死ぬ運命だ。そういうことだ。死ぬことができないってのも考えもんだぞ。見送ってばかりだからな。そうだよな。ん？死ぬことができないって。あ、言ってなかったっけか。滞在武器は破壊できないんだ。そうなのか。ほら見えてきたぞ、バビロンの北門だ。串焼きの値段が王都の5倍。ほぼ手間賃だろ。ここまで物資を運び込むのに手間がかかるからな。道を開けろ。王都よりバビロンに新たな主の来場だ。あの人どこだ。焦りすぎだ、落ち着け。これが落ち着けるか。ほら、ヘイトも手を振れよ。もちゃ言うなよ。気のせいか。ロキシーにはここで死んでもらう。記憶の守護者。